ここは三島駅、静岡県三島市にあります。位置としては静岡県の東部地方にあたります。伊豆半島の付け根、多賀田郡のエリアです。この駅は東海道線と東海道新幹線、それに加えて伊豆箱根鉄道の駿府線が乗り入れています。今回乗るのは伊豆箱根鉄道のわけですから、当然伊豆箱根鉄道の駅舎から入って、それからホームにある青い電車に乗っていくというのが本来すべきことなのですが、今回は違います。そう、特別急行踊り子号に乗っていきます。東京発修善寺行きの列車で、1日2本運行して、さて、ホームにやってまいりました。踊り子号は東京を経由するので、東海道本線の1番線、ホームに入る必要があります。本来発着するのは8、9番線、ホームですが、線路がつながっていませんから、ここ、JR のホームから出発することになります。三島から乗る場合、私鉄に入るのに JR のホームに入らなくてはいけないかというと、そうでもないのです。ここでは伊豆箱根鉄道線の入り口のある南口の限られたスペースから入っていくしかないのです。まあ、自己申告制であるのが面白いところです。なお、このホームの途中から転線をして、駿府線に入っていくわけですから、ホームが面白いことになっています。なんとえぐれているのです。なかなか珍しい光景ですが、今ではもう有名な話になっているような気もします。私はこのまま踊り子に乗ってしまいましたから、残念ながらこのえぐれが本当に意味をなしているのを確認することはできませんでしたが、このえぐれがないと車両がホームにぶつかってしまうようです。列車がやってきましたね。これが国鉄型の特急電車185系です。東日本では、普通列車とかライナーとかに運用されすぎていて、特急らしさが見られませんでしたが、いざ見ると立派なものですね。さて乗車です。5両編成で、前より2両が自由席です。乗車日は休みの最終日の朝の下り列車ですから、もう今更、修善寺に行く人もなかなかいません。これが逆に東京方面ですと、それなりに混雑していたでしょうが、随分と空いているものです。ここから先は、伊豆箱根鉄道の管轄ですから、乗務員の方も交代されたはずです。このような形式の国鉄から私鉄に直通するスタイルは、かつては全国各地で行われていました。長野電鉄とか大井川鉄道がいい例ですね。私鉄直通スタイルは、昔ではあったのですが、短距離列車が多くなった今、こうして西武鉄道系の伊豆箱根鉄道が直通をしているのは大変興味深い点です。この185系は登場からかれこれ40年近く経ち、まして来年だかに引退するようです。中央本線の特急が E353 系に置き換えられるため、E257 系が余剰になるからです。これを踊り子に持ってくるらしいですね。スーパービュー踊り子号についても、これは E261 系という新車になるそうですね。まあ、ともかく、伊豆箱根鉄道直通の踊り子はマイナーですし、車内販売もなく、伊豆急行直通は10両編成なのに、こちらは5両と短めです。こういった要因もありまして、撤退する噂があります。確かに JR 東海に乗り入れたり、いろいろ面倒な列車ですから、撤退もありえなくはないのですが、とりあえずは公式では発表していませんし、E257 系に置き換えられるのではないでしょうか。伊豆箱根鉄道線内は、ゆっくり進みます。東海道線での回送とは対照的です。停車駅も割と多く、2、3駅に1回は止まるペースで、三島田町、台場、伊豆長岡、大人とたくさん止まっていきます。特急料金がかからないで、この快適性なら十分ですね。いわば快速列車のようですね。ただ、運転感覚と速度の遅さが原因か、先行列車を追い抜くこともありませんし、駅に止まらなかった分だけ速くなっているといった感じでしょうか。それぞれの駅もポイントがありますから、結局、かなり速度を落として走ることになります。窓が開くのも古い車両ならではですね。日本では顔を出したりすると危険なわけです。車両限界ギリギリまで木々が迫っていることが多いからですね。
そのため、今ではほとんどの車両で窓が開かなくなっています。この車両はかなり珍しい方ですね。国鉄型に総じて言えることでもあります。通り、大人を出ますとかなり曲がりくねります。これは地図上でもわかりますし、かなり速度を落として、自動車よりもゆっくり終点、修善寺へと向かっていきます。それにしても遅いですね。まあ最後の区間ですし、静かに楽しむとしましょうか。修善寺に到着です。どうやら終点で鉄道唱歌のチャイムが流れるそうですね。さすがに毎回は流れないみたいです。さて、降りましょう。修善寺駅のホームは3面5線だかあって、単線なのにここには多く留置ができるようになっているみたいですね。というのも、踊り子を数時間置いておくためでしょうか。ここから先改札から出ることなく、次の目的地に向かいますから、今回はここで終わりです。不正乗車ではありませんよ。フリー乗車券なので、折り返しても問題は全くないのです。では、ご視聴ありがとうございました。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。この動画シリーズ、毎日投稿をモットーに続けております。もし今回の動画が面白かったとか、これからも見たいとか思ってくださった方、
この際のご縁ですし、チャンネル登録をしてくださると幸いです。チャンネル登録が私にとって制作の原動力となります。いかがでしょうか？チャンネル登録、よろしくお願いします。